はい、こんにちは。ピースの渡辺です。今日はですね、日曜日でございます。日曜日、今日はね、私一人で今日は営業しておりました。ケンちゃん動画はね、休みです。なんでこれ工場後ろから今撮ってるんですけど、工場はね今日休み、私が販売買取だけね今日はやっております。いやー、でも天気いいね。これ気持ちいいね。暖かくなってきて、5月、今日何日だっけかな、78か、5月8日日曜日、非常にね心地よい天気ですね今日は。なんだかこう動画撮ってても何撮ったらいいかなと思いながらね、なんとなくカメラ持ってきたんですけど、とりあえずさ、この間ね仕入れ出たこの日産フーガ、平成22年3年何年式だっけかな、そのくらいの2代目モデルの日産フーガね、これちょっと外装の板金塗装するのに、今板金屋さんの方にね、まだ持ってくのにね、まだ持っててなかったの、これへっこんでんの。これね、さっさと綺麗にね外装の手直しして、仕上げの方やってからお店に並べなきゃなとは思ってはいたんですけども、フーガかっこいいねセダン。明日ねまたオークションあって、明日宮城の方のオークションがあるんですけども、なんか買おうかな、 何買おうかなとか思ってです。あったかくなってきたから、なんかこういうねちょっとこう、セダン系も含めてなんかこう遊び心のあるような車も一つ二つ買ってきたいななんていう気持ちがねちょっとあるんですけども、でも今スポーツカーみたいな車とか、こういうのでも値段がねちょっと今上がってきてるんですよね。あとこういうセダン系なんかもそうだけど、なかなかねこう一時期よりも値段がやっぱり高くてね、こう昔の感覚だとね、なんかこう、高いなと思いながらじゃないと買えない感じですね。でもちょっと値段落ち着いてんのかな、どうだろう。連休明けてから一発目のオークションです、私自身はね。なんでちょっと楽しみなんですよ、どんな感じかなと思って。連休明けでオークション相場の上がってんだか下がってんだかちょっと楽しみなんですけど、明日一応車買ってこようかなとは思ってはねいるんですよね。買ってこようかなっていうか、明日はね現場には行かないで、パソコンから入札入れて買おうかなとは思ってはいたところでございます。何買おうかね、本当に。でもなんか欲しいな、こういう風にちんと面白い車。でもやっぱセダンいいな。フーガとかいいよね。これほんとこれ仕上げてな、外装磨いてさ、テロッテロッて仕上げるとほんとかっこよくなるよ、これね。これ。でも10年経ってんだからね、このモデル。古さ感じないよね。ほんとにかっこいいわ。ね、仕上げていかないとな、早く。あとは、なんだ、連休前の時にも仕入れた車だし、このフリードとかもそうですね。この辺は連休前に、アクティトラックとかライフとかもそうですね。連休前の仕入れ。で、昨日とかおとといの中で、点検かけたり、タイミングベルト交換したりして、あの辺のゼストとか、ミラーカスタム、あと、ムーブコンテとかね、あの辺。あれは今週仕上げた車。仕上げたとか、今週、ね、車検の準備した車ね、ベルトの交換ルートをやりました。あの4台、あれは来週車検通してきて内外装仕上げて店頭の方に出せる感じだね。あのミラカスタムなんかもいいかもしれないですね、可愛らしい。あとは安定のゼスト、来週仕上げていこうと思います。ほんでとりあえず、連休前に買った車たちの点検業務とかねやってたりしてたんですよ、今週も。で今日は、工場の方はもう休みだったんで、私一人でちょっと早めに今日はお店閉めようかなと思って、今回、この間動画ねもう映してたんですけど、セデッテ、南相馬市の高速道路のねセデッテでさ、縁日露店販売みたいなことやっててさ、ぶっ続けてさ、やってたんですよ。面白いからね、あれはずっとやってられるんですけど、正直ね。
本当にもう朝ね6時半7時くらいにはもう出てってさ、夜も帰ってくるの8時9時くらいまでやってんだけど、面白いんだな露天金魚すくい度くじ引きでやってきたんですよ。で余った金魚たち、ちょっと見つけたねえけどさ、これ入れときました。小赤、最近金魚の値段がちょっと高くなったね。うずらもちょっと高くなったわ。うん、まあまた夏祭り、今年はねここ福島県の相馬市、相馬野馬追なんていうのもね有名な地区なんですけど、野馬追時とかのねあの夏祭りみたいなのもねコロナになる前の時毎年あったんですよ。そういうやつも今年は復活すんだかどうだかなね。そういう時に、なんだ花火大会だったりとか、花火大会じゃないか、あれは夏祭りだな、野馬追の夏祭り、こんなのもやるんだったらまた出店したいなぁなんて思いながらねいたところでございます。なんだっけかな、とりあえずこんなとこだな。とりあえず今日はちょっと早めに帰ります一人だし。はい、それとですね、今日の朝一上げた動画にねちらっと映してたんですけども、これスバルのステラ平成29年式です。13万2000キロ新しいね、車検2年付きで、福島県内宮城県内、ご自宅までの納車費用込み込みにしてね、車検2年付き新品タイヤもつけさせていただいて、あとはなんだ1年あとはなんだっけあれです、エンジンミッション1ヶ月また1000キロの保証付き販売、全部込み込み37万円で販売させていただきます。値段は安いんですけど物も悪いですね動画越しだと分かんないんだけど、外装の小傷がねちょっと目立つのと、これね、こういうとこ本当はね物よければバンパー交換しちゃってもいいかなとか、板金塗装してもいいかなと思ったんですけど、内装がねちょっと痛みが激しくて、見えるかな、これ汚いのね、なんかねルームクリーニングはしたんですけども、こういう擦り傷目立つんですよ、汚いんですね。これこういうのもこういうのね、擦り傷とかこれなんかこう小汚い感じ。まあ乗って乗れないことはないんですけど、おそらく前の使い方が営業用に使ってたのかなって感じ、営業用に使ってなんかこうなんかね雑に使われてるなって感じがしましたね。中身が荷物とかこう積みながら運んでたんだろうね。点検かけて車検通すのにね、あの福島陸軍局まで自走で走らせながら行ったんですけど、まあ、走行上の問題は特にないですね。とても快適でした。燃費も良さそうな感じで、あとエンジンのあのウォーターポンプがちょっとね異音気味なんで、エンジンかけてみようか。そこのところのウォーターポンプは今パーツ手配中で交換する予定です。まあもう車検を通ってるでウォーターポンプの漏れとかはないんですけど、わかんないかなあんまりな、孵化した時に。わかんないかな、あんまりいまいちちょっとわかりづらいんですけど、ウォーターポンプの木っていう用途が少ししてるんですよね。まあそれがちょっとまあ13万キロなんでまあ不安だなと思うから、そこは交換して販売させてもらいます。今パーツは手配中ですね。来週中にウォーターポンプと、ファンベルという類似交換して、完了だね。まあでもとりあえずもう車検は上がってる状態なんで値段の方はつけてありました。まあでも外装の状態は、外装じゃないや、内装の状態はねひどいんですけど、まあ、パッと見た感じ新しい車なんでお値段からすればお買い得なのかなっていう感じはちょっとねしてはいましたね。足代わりに使ったりとか、本当に前の使い方みたいな、まあちょっと確定してるわけじゃないんですけど、まあお仕事とかに、まあ外回り用とかに使うんだったら、見た目的に新しいしね、いいかもしれないね。まあ一応こんなのもね、仕上がりました。
本で、はい、それとですね、今日はですね、こちらのこの EK ワゴンとスズキのアルトラパン、こちらの2台ご制約頂戴いたしました。ありがとうございます。本当に感謝いたします。こちらのラパンの方なんかですとね、リピーター様でした。今回ね、ピースから2回目のご制約でね、本当に感謝いたします。こうやってね、2回3回行って続くような商売やりたいなと思いながらね、私やらせてもらってるんですけども、また車買いに来たよって声かけていただけるの本当にね嬉しいです。ちゃんとしたものを出せるようにね、こちらのもとりあえず今のところ調子悪いところは長田ですね。鈴木系のやつだとね、このくらいのラパンだと室内のエバポレーター、あのエアコンガスのところのガス漏れなんか非常に起こりやすかったりね、あるんですけども、そのガス漏れも特になさそうだしね、特にこれといって今現状調子の悪そうなところはなかったですね。いい車です、ラパン。しかし可愛いよねこれ、本当に可愛らしい車。まあ、しっかりとね、引き渡しまで仕上げの方やらせていただきます。今日はとりあえずこんなとこですね。今日はちょっとね、気持ち早めにお店閉めちゃいます。また火曜日から、オークションの方も、まあ、明日買い付け、まあ、さっきも言った通り、ネットの方から買い付けしようかなとは思ってはいたんですけども、何か買えるが、まあ、何かしら買いたいね。軽自動車、まあ、無難なところでやっぱりライフとかゼスト、まあ、その辺のはもう何台か、まあ、仕入れしたいなと思ってはいるんですけども、あとなんか変わり映えのあるね、面白い目のある面白いようなセダンとか何か買いたいなぁなんて思ってはいるんですけど、思うようにいくかどうか、まあ、まず明日もねネットの方から入札やってみようかと思います。とりあえず、今週も低価格車専門店ピースね頑張りました。また来週火曜日から出雲通り営業いたしますので、車のごと、お探しの方いらっしゃいましたらね、買い取りも販売も、あとアルミホイールの買い取りもね、まだまだやってますんで、喜んでアルミホイールの買い取りやらせていただきます。何かございましたらご相談よろしくお願いいたします。バイバイ。